はい、どうもタクタクです。さあガールズキラーやっていきましょう。前回ですね、こちらの当主様、こうやってねゆり子が連れてきたわけなんですけど、まあ、前回見てくれた人ならお分かりかと思いますけど、まあ、リサがこう親父におこな状態にはなっていると。でだんまりだぜって言ってるんですけど、ゆり幼少の頃の名の名残、これゆり子ですよ。ゆり子がメイドさんが初めからいないと、これどういうことなんだろう。これはちょっとね、本当にお父さんはじゃあどこに行ったの。ほのかさんは死んじゃえ、殺せよと。ゆり子強えね。捨て頃でございます。これどうしたらいいんですかね、これはね。逃げる。まっすぐ逃げちゃうか。危な。なんか回避アクションもないしな。なんかここからどっか入った方がいいのか、それすらも分かんない。とりあえずもう聖剣好きはあいつ撃ってくるから、でこっちまで逃げてみるけれども、ここ入れる？入れ、あ、いけたよ。オーブの何も回避のあれもないんだよな。こっち行けなかったら終わりよ。あ、行け行けないっていう、まあ強い感じなのよ。どうやって巻いたらいいものか。お、行けた。ここどうすんの。ほう、どうすんの。ここからそう、来た。うまい、やったぜ。なんとかなんとかまず回避することができた。ヒントはないかな。ここを取れて、じゃあまずは調べるか。メイドさんあんなことになって、これ何。ちなみに机の上は散々としてる、散らかってる。うん、大雑把だな。ここ何の部屋。そもそも膨大な資料、これって取引先の書類かな。結局じゃあ親たちはどうしたの。リサの親たちはどうしちゃったわけ。お金ないかな。お金をください。もう少しチートダッシュが手に入るんだ。もしくは交換できるあの受話器ね、受話器のところに到達できれば、まあ、まずはちょっとリサの様子をね見ていきたいなっていうのはあるよね。なんか引きずった後、鏡を移動させますか。お、はい、そんなことできん。は、なんだスイッチ。なにちょっとわかんないままあれだったけど、ピアノ線が切れてると。とりあえずリサのとこまっすぐ行きたい気持ちあるんだけど、俺は金目の、あ、ソファね、金目のものを探さなくてはいけないというね。この隅っこで調べるなんて豆なんだね。ありがとう。誰に言ってんですか。お金があるかもしれないじゃないですか。だってチートダッシュが欲しいから。ないのか。この花のせいかな、廊下全体がほのかなね、香ってると。ほのかだけに人が入ってたりはないみたい。ないなぁ、金目のもん。ここにリサちゃんどうなったかな。え、リサいないわ。リサあっち側に落ちたっていう認識かな。でここがなんかガチャって壁にくぼみがある。ダメ、手じゃ引き出せない。カラスの音がリアル。ユニコーン、
これってペガサス？こう分かんないんだよね。ペガサスは翼を持った馬だし、ユニコーンは角が生えた馬みたいなね、幻獣みたいな、ね、モンスターみたいなやつなんですけど、これはね両方あるから、これは何なのかなっていうのはちょっと僕は分かりません、残念ながら。銀色に手がついてる、これはあんま関係ないの。こういう食材は、いやこれちょっと調べるのしんどいな。とりあえず金目のものはもうとにかくよしとして、こういうとこをちょっと見ていこう。あ、何レジスターみたいな、タイプライターか。え、文字を入力する。へえ、やめとこやめとこ、わかんない、何も起こらないでしょうね。文字が彫られてる。え、ド、ファ、シ、は？これなんか後から絶対使う暗号だよね。これって宝石だよね、すごい。本当にあんのかな。まあ殺し屋って金持ちなんですかね。そんなに金もらえるのかな。悪そう、悪そうなソファ。鳩時計、よく考えたら鳩時計ってさ、カッコーって言ってるから、あれ鳩じゃないんじゃないか。あれでもカッコーって言ってるか、わかんないよね。カッコーはひどい鳥なんですよ。急に何の何の前触れもなくそういう話するのやめてね。なんもないね。あ、なんか来た。ヒント8。はい。別館パートはノーヒントです。ほのかと一緒に苦難を乗り越えましょう。おーい。せめてチートダッシュじゃくれ、俺に。いやーもう、そろそろメイドさんが戻ってきそう、下は。あ、く。トイレかー。でも、この、疲れが顔に出てる、しょうがないよね。いや、それはもうしょうがないよ。あんなことがあったの。落ち着く、この匂い。絶対なんか休館はあれなさそうだな。バスローム、なんか入ってっかな。早く入りたい、お風呂に入りたい。お風呂に入りたいなら入ればいいじゃないですか。あ、しょんしょんって、これあるあるだね。線を抜こう、バスタブあるある。そうすると鍵が出てくる的な。ほらバイオハザードかって。ここ何？タオルがたくさん入ってる。食堂の鍵。こまめにセーブしていこう。いつメイドさんが飛び出してくるかわからないからね。やめろよ。ここか。違う、ここ普通に入れる。食堂ってどこでしょうね。あっ、見つかっちゃった。あら、ほのか様。ごきげんよう。メイドさん、どうして？あの時助けてくれたじゃない。助けたわけではありませんわ。あなたはナナではなくリサの、そんな。まあそれも今となってはどうでもいいことですわ。あ、逃げなきゃ、逃げなきゃ的な。こう入れるかな。あ、入れた。食堂ではないよね、キッチンでね。どうでもいいことですわ。どうしよう、どうやったら負けるかな。負けそうなエリアをもう探すしかない。ここはどうだろう。お、入れる。楽器、負けないな、ここもな。負くポイントがそうそうあるようには思えんのだよ。そしてこう来て、この中にもう一回入るとか。なんもないよね。やばい、非常にまずい状態にした自分で。え、やばいぞ、距離を詰め、今距離を詰められたらやばい。ふっ、あぶねえ。なんで攻撃してこなかったんだろう。制限的してきたのに、さっきまで。他にマークポイント、お風呂とか、お風呂とかになんか隠れられないかな。一番もう入っちゃいけなさそうなとこだけど、ここお風呂じゃないわ。いや、一番やばいってここ。危なかったー。お風呂、お風呂試してみようか。意外とありえるよ。
あ、分かった、クローゼット。いや、クローゼット、何クローゼットっていうか、クローゼットか、こんなバレるやん、すぐ、あらあらみたいな、バレるバレる、意外といけたな、お、意外といけたな、やった、危なかった。あ、バカ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 、嘘でしょ何やってんの、お茶目だな、ほのかちゃん、ドジっ子属性。これでさっきの部屋を調べたいよね。そうなるとあそこ怪しいよね。食堂ってどこだったんだ、ここに何かあるんでしょう、タンスがある、一個一個調べるの面倒だな。いや、それそうなんだけど、お、何何、ガラスには鍵がかかっている、これ開ける必要なさそう、ほんと？え、ここからイベントになったのに、ここまさか何のイベントもないなんてことないよね。そんなバカな。一度こういうベッドに寝てみたいな。なんもないの？いや、絶対後々何か関係するはず。これを多分、開ける的なことだよ、多分。鍵を見つけないと。その前になんかいろいろ、ここ行けないの？食堂の鍵って、あれ？食堂の鍵、開かない、こっちかな、あっちは何なんだろう、なんで行けないんだろう、これは、あ、いやいやいや、そんな余裕ない、そんな余裕ない、ないな。この棚が怪しいな。あ、楽譜。あ、これってセイレーンが持ってるやつだ。ファンタジーだよね。貫けゲイボルグとか言ってたもんね。これは何だ？楽譜は？ドレミファドレド。弾いてみる。どう？レー、バレるよ、ミーファードレード上手に弾けた。いや、そんなこと言ってる場合じゃないなんか仕掛けがこれで起こるわけではない、上手に弾けただけ、ここ関係ないな、これバレるよね、多分ね、引いてたら普通に。こっち入ったっけ？ここはまだ調べてないよね。少しだけつまみ食いしたいかも。いや、こんな感じでチーズゴロッと置いてたらいいよね。でもあれって温度管理とか必要なんじゃん。包丁。お腹すいた。こういうのは。なんもない。なんもねえぜ。なんもないぜよ、ないな、ちょっと食堂ってどこなんだろうね、ここ入ったっけ、ここ入ったね、わーわー困った、なんでこっちに行けないの、なんもメッセージが出ない、開いてないとこあったっけ、食堂は大体1階にあるはず、こっちも行ったしの、1階にあるっていう先入観かもしれないね、上にもあるかもしれない、開いてないとこなんかあった、でもこうやって入ったでしょ、ここだよね、いや違う、これ関係ないんだよね、
ここか食堂。怪しい。ティーカップ。ここは食堂かしら。食堂の鍵って書いてあって。ここは火をつけろ的な。この上から抜け出せたらいいんだけど。サンタクロースか。高さの壺がある。100万以上しそう。え、なんもなかったよ、ここ。せっかく開けたのに。え、なんでここだけ座れるようになってんの？あ、え、え、お？お？意味あるの？なんか。わかんないな。あ、この中に入るっていう回避ポイントもしかして。これ食堂を開けたけど、楽譜。これ ?AD、あ、ちょっと待ってて。なんでドア、ドア A なんだろう。ドファ C。これ、これの通りに打てってことでしょ。でもドとファ、レとミがわかんない。レとミがわかんないよ。AB、ド、ドレミファ ABCD、 あ、そういうことか。ドレミファソラシ ABCDEFG、 あ、なるほど。ドレミファソラシドが ABCD になってるってことだ。ということはですよ、ちょっと今これあれだわ、あの表となんて入力すればいいか確認するわ。はい、ちょっと多分分かった。ABCDABA だと思う。わかんないけどね。ここにタイプライターに、あれ？あれ？ちょっと待ってね。アルファベット来た。あ、よかったよかったよかった。あ、よかったよかった。ABCDABA。え、これでダメだった。辛いよ。よいしょ。何？あ、よかった。金の歯車。これあれだ。引き出しが開いたっていうことか。あー、よかった。もう今の違ったら俺積んでたわ。で、この歯車急にもらいましたけども、これとか、つけるとこなんかありました？こっちかな？おー、びっくりした。ここ、ここ？違うよね。ダメ、手じゃ。ね、え、歯車？ちょっとね、時計の部品のよう、あ、時計の部品のようだ。時計があったところに、Here we go。 ここでも動いてるな、動いてるな。ここじゃないんだ。動いていない時計が、でもなんかどっかにあったような、なかったかのような、なかったかのような、おかしい、なかったような。これ関係ないんだよね、もうね。いや、絶対に、その時計に、え、ここか？なんか下だったような気もするな。ここに。多分あれは関係ない。あの時計は関係ないと。なんかもうちょっと高そうな古い時計だと。この辺になかったっけ？ないか。でもそろそろ、ここか？違うよね。あ、音楽室かな。音楽室的なとこになかったっけか、なかったっけかな。ほら、あった。ここでしょ。え、似たような時計がいっぱいあるのね。ここじゃない。どっかにあっただけれども、こっちか。じゃあここなんだっけ。はほのか様、失礼しました。やばい。メイド様、おこだよ。ほのか様、
ノックをお忘れになってよ。メイド様相当怒ってるよ。メイド様って言っちゃった。メイドさんすげえ怒ってる。いや、そりゃね、やっぱ用足してるとこ見られたらね、女の子は誰でも怒りますよ、それは。男の人でも怒るでしょう。これは辛いよ。多分、あの壺に逃げ込めば俺はいいと思う。あ、これ斜め移動もできるんだ、ゆり子、怖え。え？どこから？トイレはやめよう。トイレはやめよう。なんでだよ。どうせならほのかと一緒に入ってきたところから出てくるべきでしょ。買わせないでしょ、あれは。どう考えてもふわーってなるわ。ここのない。じゃあどこ？トイレにはなかったし、この歯車どこで使うわけ？帰れる？帰れないね。チートダッシュもできやしない。もうこれチートダッシュできないんじゃない、多分。わかんねえ。歯車を使う場所を完全にわかんなくなっちゃった。もしかしたらピアノがある。いやー、弾くとかじゃないんだよな。はい、ということで次回ちょっと歯車を使う場所を探してからまた再開したいなと思います。それではまた次回お会いしましょう。ではまた。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さらに7月6日から HTV で放送されるゲーム実況バラエティテスタクハウスの YouTube チャンネルも登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。